ダイエットにおすすめのものすごく美味しいおやつを選んできました。業務スーパーで買えるんですよ。では早速ご紹介してまいりますね。一つ目です。こちらです。見えますでしょうか。こちらデーツクラウンのデーツクナイジ種なんです。このデーツは何かと言いますと、こちら中身がこちら、これナツメヤシの実なんです。でこちらですね、このままもうご紹介しますね。ものすごく美味しくて、もう私が本当にハマっております。今こちらね、何がすごいってですね、アラブ王室御用達の無添加不使、あ、ごめんなさい興奮しすぎて読み間違えました。アラブ王室御用達の添加物不使用のデーツなんです。でこのデーツというのがそのナツメヤシの実のことなんですけれども、このデーツってですねすごいんですよ。あのビタミン、ミネラル、タンパク質、食物繊維ともうたっぷり入っている実なんですね。でこのまた味がですね、もう私食べた時も感動しました。どんな味かと言いますと、本当こちらにも書いてあるんですけどね、黒糖のようなふっくらコクのある天然の甘みをお楽しみくださいって書いてあるんです。もう楽しみました、私もう十分に。これは一度食べてみてくださいね。あのこちらの中に結構大きめの種も入ってますし、ここにねヘタもあるんですよね。見えますか。なのであのパクッとそのまま食べると、まあ、ヘタと種があるから気をつけてくださいね。それちゃんと取り出さないといけないんですけれども、まあなんとも本当にあの香りもすごくいいですし、黒糖のコクがある甘みって分かりますか。あの日本食でいうとその黒豆を黒糖で炊いたようなふっくらホクホクしたこう甘さなんですよ。しかも天然なんですよね。もう一切添加物なしのナツメヤシの実なんです。でこちら一袋で私が見つけたのは 250g 入っているんですよね。でこの中に先ほどお伝えしたこのようなもう栄養たっぷり含まれているおやつになりますから、もう本当にダイエット向きです。でものすごく甘みもね強いので、一粒食べるだけでももう十分満足できるおやつなんですよ。もう私このデーツと出会ってもう本当に幸せです。それぐらい好きです。ぜひお試しくださいね。でこのデーツを使ったおやつがまた別にねあったんですよ、業務スーパーで。でそれは何かと言いますと、これ2つ目のご紹介になります。こちらです。これねバーなんですね。でこれ何のバーかと言いますと、デーツバーなんです。先ほどお伝えしたこのナツメヤシの実のバーがこちらなんですよ。で先ほどのね、デーツは、ここがですね原産国がアラブ首長国連邦、まあ、そのままですね、アラブ王室ですからね、まあ、そこの国から来たわけです。でこちらは、原産国名がポーランドですね。砂糖不使用デーツバーかっこ大粒麦&ココアということで、こちらの原材料がデーツペースト、大粒麦、落花生、低脂肪ココアパウダー、ピーナッツペーストだけでできてるんです。もう完全こちらも無添加ですよね。嬉しいです。でこちらですね 100% フルーツピーナッツ&グレインズって書いてありまして、もう 0% シュガーってね、砂糖ゼロですよって、まあ、こちらにも堂々と載っているんですよね。でこちらはそのデーツ 100% ではないので、先ほどのそのデーツと比べるとまたちょっとねこう食感が違うんですね。あとこうもっちりとしたバー、サクサクってこうもっちりねっとりしたバーになるんです。柔らかくてですね。でこちらもちょっと小腹が空いた時にはダイエット中のおやつにもとっても向いてますから、ぜひぜひ召し上がってみてください。で量もそんなにね大きくない、もちろん手のひらサイズですから、もう食べきりでいいと思うんですよね。これぐらいの量でした。ここまでかな、ここまで入ってますね。食べきりサイズであのいいと思うんですよね。こちらもおすすめです。では最後3つ目です。こちらオートミールです。
オートミールといえばもう本当ダイエット食、もうねすごく有名なものになりますけれども、なんでこのオートミールがいいかと言いますと、いろんな食べ方があるんですよね。もちろん、ご飯として、おかゆのような形で召し上がる方もいらっしゃいますが、今回のテーマはおやつですから、やっぱり私はこちら自家製ミューズリーですね。ミューズリーを作っていただきたいんですね。でその時に必要なのがこのオートミール。でこのオートミールがなぜダイエット向きかというと、オーツ麦を使っているわけですから、もうとにかく食物繊維が豊富なので、あなたの腸内環境がここでも整うわけです。でまた、オートミールというのはそのオーツ麦をね、こうフレーク状にした、こういったこうフレーク状にしたものなんですけれども、もうとにかくタンパク質も豊富ですし、カルシウムであったり鉄であったり、ビタミンもですね、裏にもすごく書いてあるんですけれども、タンパク質でしょ、そこから、ね、食物繊維、しかもこれがいいのはですね、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、これ両方の種類の食物繊維が一度に取れるという優れものなんですよね。もちろんカルシウムや鉄、ビタミンも豊富ですから、やはりダイエット中ってちょっと食事制限しますよね。でカロリーとか気にされて落とす方いらっしゃると思うんですけれども、やはり栄養まで落としてしまってはダイエットってね、成功しないんですね。しっかり栄養分が取れて初めて健康的にダイエットできるわけです。でしかもこういった食物繊維が入っていれば、あなたの腸内環境まで整うわけですから、このオートミールを使ったミューズリーを作ることで、あなたのその栄養バランスも保ちつつ、腸内環境もきれいに整って、もうあなたはもう本当にですね、痩せるしかないというぐらい、こちらおすすめのダイエット中おやつになります。でこのミューズリーの作り方はですね、このこちらはですね、プレミアムピュアオートミールということで、オーツ麦 100% なんですけれど もう完全無添加ですよね。原材料名がオーツ麦かっこ A 麦ということですね。でこちらの裏にもミューズリー作り方書いてあるんですけれども、私はこのオートミールをボウルに入れてですね、で今回おやつですから、通常私甘みって蜂蜜使うことが多いんですけれども、今回はこの同じく業務スーパーで目にしたですね、シロップが気になったので買ってみました。こちらカナダ産のメープルシロップ、ノッコミスメープルシロップで 250g 入っております。でこちらも原材料名がメープルシロップだけ、もう完全にもうピュア 100% メープルシロップというか、もう添加物が一切入ってないものなんですね。でこちらがですね、やっぱり香りとかコクがあっておやつ向きだなと思って買ってみました。で実際このメープルシロップかけてこのミューズリー食べてみたんですけれども、もうね、美味しいんですよ。もちろんね、かけすぎは NG ですよ。使いすぎてしまってはカロリーオーバーですから、そこはちょっとね気をつけないといけないんですけれども、やっぱりこちらはおすすめなんですね。脂質がねゼロなんですよ。脂質ゼロ、これありがたいですよね。そしてそれに私は豆乳をかけて食べます。でだんだん涼しくなったり、朝晩冷え込んできてますから、ホット豆乳のこのミューズリー作ってます。このオートミールを入れた上に豆乳を入れて、ちょっと電子レンジで軽くこうチンしてですね、そして最後にそのメープルシロップを適量かけて美味しくいただいております。美味しいです。でまたお好みでこちらにフルーツ入れてもいいんですね。先ほどのこれくらいでこちら入れていただいてもめちゃくちゃ美味しいです。もう甘みが強いので、デーツ入れるときはですね、こちらのメープルシロップをお休みしていただいた方がいいと思います。それぐらい甘いです。そして、こういったデーツ入れていただいたりとか、ドライフルーツですよね。レーズンであったり、あとはそうですね、アプリコットであったり、プルーンもいいかもしれないですね。美味しいと思います。もちろん生のフルーツでもいいんですよ。それ、適量で召し上がっていただいて、でここでやっぱり砂糖はね入れていただきたくないですね。天然のもの、フルーツの甘みか蜂蜜であったりメープルシロップ入れてみてください。そして牛乳かヨーグルトにもなってますけれども、私のおすすめしたのは豆乳。ノンコレステロールでタンパク質も取れますし、イソフラボもたっぷりで女性のあなたにはぴったりだと思いますので、ぜひぜひダイエット目的でしたら豆乳おすすめしたミューズリーになります。ぜひ作ってみてくださいね。もうとっても美味しいです。さあいかがだったでしょうか。今回は業務スーパーで見つけたこのダイエットにおすすめのものすごく
美味しいおやつ3選ご紹介しております。このチャンネルではこのように様々な腸活法であったりダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。